平の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聞いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。この番組は短期賃貸 .com、 沖縄大家の会、全国経営軍師会、ウェブマガジンワーケーションの提供でお送りいたします。本日は僕が学んでる心理学メソッドの、開発者であり、僕がね、僕自身の考え方に多大な影響を与えてくださっている、一般社団法人ジャパンストレスクリアプロフェッショナル協会代表理事の森康人さんにお越しいただきました。森先生、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、森先生も今ね、出版最近されて、はい、全国ね、サイン会でサイン会で今日も沖縄ですね、はい、今日もね、朝沖縄来られて、また夜には移動、沖縄日帰り、日帰りで恐ろしいですけど、はい、すごいハードスケジュールの中でね、お越しいただいたんですけど、僕自身このストレスクリアの心理学メソッドね、学ばせていただいて、かなりね、人を見るとき、人の心を読み解くときに、もう視点がね、もう根本から変わってきたっていう経験させてもらって、はい、やっぱりクライアントさんのね、相談になってる時も、森先生おっしゃってるように、重度の方、うん、悩みが深い方、はい、15年以上、はい、悩みが解決できない方をね、中心にさせてもらってるんですけど、やっぱり早い方ではね、1回の、セッションとかで、15年以上の悩みが消えちゃうとかっていう方もね、出られてて、その森先生の開発されたこのメソッドの再現性の高さをね、やっぱりすごく驚いて、いつも使わせていただいてるんですけど、森先生がね、今どういうことされてるのかっていうのを、少し自己紹介、はい、ご本人の口からしていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。今日はお招きいただきましてどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、一般社団法人ジャパンストレスクリアプロフェッショナル協会代表理事の森康人と申します。はい、自己紹介っていうとですね、今までプロコーチとしてですね、20年活動してきて、でここ8年ぐらいは今言われたな、協会の方を設立してやってるんですけども、で育成スタッフコーチが2000名で、トレーナーさんが300名ってこと で活動範囲も本当に今日本中の、ね、今日もね沖縄いるんですけども、はい、本当北は北海道からね、南は沖縄までと、最近はもうコロナの関係もあって、海外の方がね、はい、カナダの方とかアメリカでもそのニューヨークとかロサンゼルスとかっていう方とか、はい、あとニュージーランドの方とかスウェーデンの方とかね、最近海外からもね、すごく受講されてる方も見えて、本当に日本中どころかね、世界中の方がね、活躍してるような、そんなね、教会にこう育てていただいたような形をやっています。はい、はい、このね、もうやっぱり再現性、もう世界中、ね、昨日もちょっと僕ウェブ講座の方でさせてもらったんですけど、はい、やっぱりね、ズームとかでもう世界中から受けられるっていうのはすごいですよね。そうですね、今はい、で、まあ、やっぱり日々、まあ、毎月ね、こういう復習の勉強会とかってさせていただきながら、うん、僕もやっぱりすごいいいなと思うのは、ノンバーバル、要は非言語での、はい、会話っていうのをね、うん、森先生から教えていただいて、一言もこっから発しないのに相手が泣き出すとかってあるじゃないですか。いや、この傾聴の、はい、学びっていうのは僕の中ではね、すごくね、大きかったんで、はい、常にね、練習はしていくんですけど、はい、このね、僕が尊敬してやめない森先生の、ね、お越しいただいて、今日ね、この転換期について、はい、聞かせていただくのをすごい楽しみにしてるんですけど、森先生の転換期たくさんあったと思うんですけど、はい、強いてあげるとしたらどこにあったと思います？
そうですね。あ、はい、あとちょっと今の話で補足があったかなと思ったので、はいはいはい、そのストレスクリアメソッドっていうのだけ簡単にもう一回ちょっとそこだけ説明しますと、はいはい、まあ、たった2つの質問を繰り返すだけで、その10年以上の悩みが解決できて、はい、で夢目標が達成できて、本当に自分の望む人生がね、生きられるようになるという、そういうようなメソッド で、はい、でそれがストレスクリアコーチということで、学んだ方がコーチとして、まあ、クリアさんを幸せにしたりとか、はい、最近ではホームコーチということで、うん、まあ、自分の周りの人とか、ね、会社の中とか、うん、その家族なんかも幸せにできるようなホームコーチみたいなところを回して、はい、周りの方の、ね、人生を幸せにするようなストレスクリアコーチというのを、まあ、育成しているそういう協会なんですけども、はいはい、これ学んでね、僕すごい大きかったのが、うん、僕自身がセルフね、はい、いやできるじゃないですか。あ、そうそうそう、自分自身をね、見ていくっていうところで、はい、すごく一番大きいね、転換を迎えたっていうのもあるんですけど、はいはいはい、まあ、転換期ですね、はい、そうですね、はい、森先生の転換期、ね、そうですね、転換期実は結構すごくはっきりしていて、はい、もともと私は全国区の、まあ、求人情報誌のね、はい、制作の会社で課長職をやってたんですけども、で求人情報誌っていうのは面白くて、はい、景気の波がむちゃむちゃダイレクトに受けるわけですね。ほうほう、また求人情報ですからね、はい、だから一時期本当に求人情報誌が電話帳のようにね立つような時代があって、めちゃくちゃ熱いですね。もうバブルの時すごかったんですけども、でバブルが引いた時に、はい、まあ、逆にピューと急速にペラペラになってしまって、だから求人いらないわけですよ、バブル弾けたので、はい、一発でこう減ってしまって、はい、でそういう時に合併があってですね、僕ら制作会社いろいろたくさんあったのが合併して、で合併した時に、うん、まあ、その時名古屋のね、まあ、課長職なんですけども、はい、まあ、名古屋の面倒見るようなことやってたら、はい、東京から、ね、合併したので、新しい支社長が来たんですね、はいはいはい、で新しい支社長なんですけど、僕よりも若い方だったん で、 おですごい大人しそうな方だったんで、はい、まあ、そう大したことないだろうなと思って一緒に仕事をすると、なんとですね、仕事がで、ね、むしゃむしゃできたんです。むちゃくちゃできたんです。もう仕事ができて東京門はすごいな名古屋なんで、東京門ってすげえ仕事できるんで、いやそれは別に関係ないで、今のはもう本当に東京の人すごいなと思って、はい、で何がすごいかというとですね、こう会議とかをやる、まあ、僕らは求人情報誌なんで、はい、もう二大テーマがいつもあって、うん、ミスの削減と工程短縮、はいはい、で工程締め切り日を下げれば下げるほど営業さんが最後まで原稿取れるから、はい、今日原稿を締めて翌日の朝にはもうコンビニに並んでるような求人誌に関してだったんで、はい、そのテーマでやってた時に、うん、でこうやって打ち合わせをねやっぱやるとですね、はい、そうするとその支社長がですね、はい、こうやったらどうだとかっていう時に、はい、僕らはね分かんないんですよ、なんだそのアイデアはとか、はい、でも支社長だから言うこと聞かなかったんじゃんね、はい、でやるんですよ、そうするとねことごとくうまくいくんですよ。でね、僕らは、ね、分かんないんです、はい、うまくいく理由がすごいなと、これが仕事できる人なんだっていう、今までね仕事ができるできるとかね、はい、それなり仕事ができると思ってたけど、はい、全然違うなって、こういう人が本当に仕事ができる人だなと思ってガーンとね、ショックを受けて、同じ課長職なんですよ、はい、職員は同じ課長なんだけども、はい、まあ、支社長ということで来た人なんですけども、だからでそこでねこうへこむんじゃなくて、はい、よしじゃあ勉強しよう私もってことで勉強を、まあ、今までもしてたんですけども、はい、ね、量ではかなわないから質の上げようと思ってですね、うん、でどうやれば質が上がるかなと思っていろいろ、まあ、迷った時本屋さんに行くんで本屋に行ったら、はい、今でもねあると思うんですけど、本屋さんのね本買ったらなんかチラシがついてくるんですよ、はい、でチラシを食いついてきてですね、なんかね速聴すればあなたも頭が良くなるみたいな、はいはいはい、何じゃこらと、もう何倍速っていうの、そうそうそう、何倍速、はい、速聴で頭がいくなわけなかろうと思ったんだけど、はい、でもそういう状況なんでですね、はい、じゃあちょっと聞いてみようと思って、でまあそれアンケート送ったら電話かかってきて、で営業マンがこう長々と話すんで、はい、でまあまあどうせこういうの30万ぐらいだなと思って、はい、でも話はもういい、話は分かったから、はい、でいくらなのって言ったらです、ね、はい、200万とか言って、200万なんですか、200万って言ってバカなのかお前このカセットテープになんで俺が200万払わなあかんねんって言ったら、相手がですね、あなたの価値はそんなもんじゃありません、あなたの価値は200万以上ですとか、ね、当たり前やろとか、俺の価値は天文学的数字だとか、カセットテープは200万の価値ないだよ、もう
聞き切るぞお前ってバーンと聞き切って、ね、はい、危ない危ないって、はいはい、騙されるとこだったというふうに思ったけど、なんとか気になったんで、はい、で本屋さんに行くとですね、はい、3000円で体験版のカセットテープ、はい、売ってますね、売ってますね、はい、でまあとりあえず買ってみると聞いたらですね、はい、あとね、あのキル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 っていうね、あ、まあ、早すぎて何してるか分からない、よかったこのも買ったら騙されるとこだったと思って、はい、じゃあとりあえず1時間ぐらい聞いてたら、はい、なんとね頭良くなったんですよ。ほう、で頭良くなったらどういうことかというと、ね、はい、やっぱこう会議とかやると、はい、いろいろ考えとるんだけど、急にね答えが降って湧いてくるんですよ。ほう、あ、こうすればいいんじゃないのとか言って、はい、なんでですか、うん、まあこうこうこういう理由でことで、これ今だと説明ができるんですけど、はい、答えが先に来るんですよ。ほう、で論理はね後なんですよ。へ、これが頭、これが頭のいい人の頭の中身なんです。答えが先に来て論理的に突き詰めてっていうのは、はい、まあ、間違っちゃいないけど、それは普通の人なんだけど、頭のいい人っていうのは、はい、先に答えが降ってくるっていうのが分かって、ほう、で1週間だったらこれ使えるじゃんと思ってもう一回電話して、はい、テープはいらんから、はい、カセットの機械だけくれとか言って、ほう、でカセットの機械だけ売ってくれって言ったら、そういう売り方はしてませんと、はい、で一番安いやついくらって言ったら80万って言うんでそれでも80万なんですね。80万だけど投資ですからね、はいはい、まあ、80万でやっぱりまあいいわ、そんな大金でね、そんなもん買ったの初めてですけど、ね、はい、いいわって買ってね、うん、来て、はい、で実際来たらですね、はい、そういうその80万だけども、その測定器でビーチって、はい、で確かにね、 あのね頭の回転は本当速くなったんですよ。へ、ね、答えがパッパッパッパ出てくるんですよ。ほう、まあ、その分速聴聞いてるんでね、もともと早口なんだけど、はい、より早口に最近すごい早口で、ちょっとよく聞き取れないんで、そうですね、早口になるで頭も良くなって、はい、でよかったなっていうのはあったんですけども、うん、でそれはそれでまあまあ速聴良かったんですけど、はい、その後にねもう一個あって、ほう、でフォローセミナーがあるんですよ。フォローセミナー、はいはい、でやっぱり売り方はそういう売り方なんだけど、会社はしっかりした会社なんで、毎月毎月ね、うん、今思うとすごい先生が来て3000円ぐらいで毎月フォローセミナーやってて、それはねすごく良かったんですよ。まあ、速聴器も良かったけども、はい、セミナーがもっと良かって、毎月出てとるうちにね、はい、合宿セミナーがあるとか言って、ほう、また怪しいみたいな怪しいんですか。それ言われたら、ね、あなたも明石家さんまになれますねって言われて、いやいや別に俺は明石家さんまになりたくないんだけどあのね、明石家さんまのカセットテープをあなたの頭の中に入れると、ほう、明石家さんまになれますよ。あと明石家さんまの色眼鏡はめたらあなたも明石家さんまになれるちんで、別に明石家さんまになりたくないけど、なんか面白そうじゃない。面白そうですね、はい、なりたい人のカセットテープを頭に入れると、その人になれるんで、面白いなと思って。なんか目標するモデリングの人がいれば、そのインストールできるみたいな。そうすごいですね。今で言うとね、そうそうそう、はい、モデリングをインストールすればってことね。明石家さんまのカセットテープとさすがカセットテープ売っとる会社だなっていうこいつらセールスうまいなと思ったんですけどで合宿セミナー行って、そこはねむちゃむちゃ良かったんですよ。ほう、で本当にサラリーマンなんで、そういうの全く初心者で行った時に、はい、なんだかな、2日か3日ぐらいのセミナーなんだけども、はい、なんかね一番調子のいい自分を取り戻したみたいな感じで、まあ、サラリーマンだとねやっぱり一生懸命やってるけど、だんだん偏ってきますよね、はい、で結果でちょうど中間管理職なんで、上司部下結果で偏ってくるんだけども、うん、そういうとこで仕事関係ない人たちが30人ぐらい集まって2日3日いろいろやった中で、うん、なんか本来の自分の調子のいい自分とか、はい、結構人の面倒を見たりとか、ちょっと人気者だったり面白かったりとか、なんかポジションがね、あ、こういうポジションなんだみたいなのが、うん、なんか自然に なってきて、ほう、あ、すごくなんか自分らしい本来の自分取り戻したりしたみたいなのがあって、うん、その時にまあこういう仕事ってなんか面白そうだなと思ったんだけども、はい、まあ、20年ぐらい前だからありえないんですね、はい、その時は東京しかそういう仕事はなかった時代だし、でその今の仕事を辞めて、ね、その頃求人上司のまあ課長職をやってたのを辞めて、うん、そんなねわけのわかんないセミナー会社でセミナーやんなんて あるわけないので、はい、まあでもまあ面白いけどこんなんないよなと思ったんだけども、まあ、結果として今ねそれをこう仕事にしてるっていうのは、はい、本当にその時のねバブルがあって弾けて、はい、合併して、うん、年下だけどむちゃむちゃ仕事のできる上司が来て、はい、でなんとかしようと思って本屋さんに行って速聴器に出会って、はい、でセミナーに出て、
で本来の地元に戻して、まさにあのね、あの「かかぜが吹けば桶屋がもうかる」みたいな感じでつながってますね、全部ね。 でもそれがなきゃ、ね、多分今の仕事やってないと思います。ほう、あのまあ何かのきっかけでやってるかもしれないですけど、その流れで言うとね、その頃まであんまりこういうことをね、あの考えることは好きで、あの、はい、まあ、考えてはいたんだけども、はい、まさかこんな仕事やるとはね、あの思ってなかったので、まさにそのね、あの異常に仕事のできる若い年下の上司が、まあ恩人は恩人だと思います。会社辞めて以来一回も会ってないですけど。でも本当ね、仕事ができるってこういうことなんだって本当ね衝撃でした。あ、まあ、圧倒的な力の差をね、あの見せつけられると、やっぱりどこかに自分の ね、あの立ち位置っていうか居場所を探すっていうところから、はい、今の道につながってきたっていうことなんですけど、うん、一旦ここで CM を入れさせてもらって、はい、後半でじゃあ森先生がどうやってストレスクリアっていうね、うん、あのコンテンツを作り上げてきたかっていうお話に、お聞きしたいと思います。一旦 CM です。繁栄軍師純也の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、森先生が、サラリーマンをしている頃に、年下の上司が来て、でその上司の方が圧倒的に仕事ができる方で、会社内での学び、まあ、自分の、あの学びを深めて、対抗っていうわけじゃないですけど、自分 の位置をねやっぱり確認するっていうところで、学びをやった時に、あの本屋さんで慶長の、はい、本をから、このセミナー業、うん、ね、あの人材育成業の方の、を触れて、そこから深めていったっていう話だったんですが、あの森先生がね、あの心理学とかいろんなことを ね、はい、あの研究されてストレスクリアを立ち上げたっていつ頃だったんですか？ストレスクリアはですね、あの、はい、8年前に協会としてですね、ストレスクリア協会っていうのを作ったので、はい、で20年間コーチングをやっていろいろこう研鑽してきて、はい、ある一個の形にたどり着いたのをパッケージ化したのがストレスクリア で、うん、でそれからはあの2個の質問、たった2つの質問で1枚のシートに記入するだけで、はい、相手が人生が激変するようなことができるようになったの形になったのは8年前ですね。お、はい、これはもうご自身の中で研究したんだから、その今の形にたどり着いたということですか？そうですね、今の形にたどり着いて、うん、それも結構ね、あのすごいシビアな、あのもともとさっきの話にもあったように、あの結果はすごく重視するんですね、はい、もう結果が出せないのは仕事じゃないというような、はい、あのことは常々思ってたの で、うん、でこう心理学系 の仕事って結果があの出ない仕事が多くて、あ、そうですね、であの要はですね、あの相談業務していてもね、あの、はい、なかなか変化しなかったりするわけじゃないですか、ね、はい、で変化しないから、だから心理学の仕事だと仕事にならないならないっていう人が多いんですけども、うん、それ当たり前で、うん、結果が出ないもん帰るわけないじゃん、ね、で例えばこれ100万円の商品ですと、あ、うん、この中身何が入ってるんですか、それはですね、あなた次第ですあなたが素晴らしければ素晴らしいものが入ってます、あ、ちょ、私今しょぼいんですけど、あのしょぼいものが中入ってるんですか、いや、あなた次第です、あなたなんて言いますか、いや、わからんなこいつらっていうふうに、そんなことやっとるから、あの売れないわけです。そうですね、よくわからないっていうのがありますね。だって自分だったら買わないじゃないですか、はい、この箱の何がわからんけど、あなた次第で100万字で自分だったら買わないもん売るっていうのはやっぱおかしな話なんで、はい、だ結構サラリーマンはそれシビアにやってたので、そんなもん売れるわけないじゃんねと思ってたんで、うん、でだからですね、今言ったように結果を約束しないまま仕事じゃないわけですね、はい、ね、あの、うん、成果約束する人は仕事じゃないですか、はい、ね、買ってみたら何がわからんっていうのはね、びっくり箱とかね、ああいうのじゃないので、はい、ただ結果約束しないとあの商品じゃないので、うん、でも心理学系ってね、結果約束できないんですよ、はい、なぜならばあの、ね、例えば 2週間の中でセッションが2時間だとしたら、うん、残りの時間は全て相手の時間だし、はい、そこに強制力はないし、うん、であの、まあ、こういった仕事はあの寄り添って聞くっていう仕事だから、命令、指示命令とかもしない仕事なので、はい、よくあるのがこう来週までにこれ目標としてやりましょうねって決めて、うん、で次回来て、 あれどうでしたかとか言って、うん、え、何ですかって、いやいや、あれこれやると言ったじゃないですかって、あ、本当でしたねってすいません忘れてましたって、で会社だったらですね、会社だったら、はい、多い、はい、叱ること、何考えたらお前なんだ、はい、でこういうあのカウンセリングとかコーチングセラピーはそこで
叱るわけじゃなくて、あ、そうですか、うん、それにも何か理由があったんですね、うん、じゃあ改めて考えてみましょうみたいな、そういうアホなことし言うしかないので、あの、機会出るわけないです。なるほど。 でもこの一時ね、はい、あのこのコーチとかカウンセラーの方と話してる時にはすごく、分かっ、あの、まあ、悟りじゃないけど、うん、あ、そうかって、あの気づきがあるけど、うん、まあ、その方の人生の中ではそのカウンセラーと会ってない時間が大半だから戻っちゃうっていうことですね。なるほど。そうそう、だからそこで考えたのはすごい画期的で、うん、2時間しか面談する時間がないとしたら、はい、2時間でも変えてまいりますよ、うんうんうん、で何を変えるかって、2時間で相手の現実を変えるんです、はいはい、で相手が変わるっていうのはある種当たり前です、うん、2時間で相手変えれない人はその仕事になるわけないので、はい、で相手は変わっても現実は変わらなかったりとか、相手が変わってももっと戻るんで、はい、あの相手じゃないんですよ、はい、現実を変えるんですよ、はい、相手の、うん、で2時間の中 で、はい、で2時間の中で相手の現実変えてまえば、あとの時間何やったってもいいじゃないですか、はい、あのね、終わってから宿題は何ですか、宿題しなくていいですよ、はい、なんですか、もう変えたから現実をと、はい、え、変わってるの、変わってるよと、家帰ったら変わそうと思うよ、あ、本当ですかって言って、で家帰ったらね、不登校だった子供がこう学校そうです、ね、行ってたりとか、パートナーが、ね、パートナーは、ね、あのなんかすごい嫌な旦那がもう別人のように変わって料理作って待ってたりとか、はい、あと会社に経営者がやると会社に行ったら翌日から売り上げが2倍になったりとか、うん、俺何もやってないのに現実変わっとるとか、あ、それは森さん現実変わると言ったよね、はい、っていうことは約束できるんですよ、はい、なんていうかというと、その2時間のセッションだけで現実変えてまえば、はい、あの約束できるんじゃない、はい、でそのレベルまでやらないと仕事にならないと思ったので、うん、セッションだけでも現実変えたろうと思って、うん、どうやったら現実変わろうかなと思っていろいろ研究した結果できたのはストレスクリアなので、はい、実際にもコーチングとかでカウンセリングセラピーの範疇ではないんですよ、はい、ものすごいでかい領域を触らないと、はい、セッションするだけで現実変わるわけないじゃん、はい、でもそれやらないと仕事じゃないと思ったから、もう一応名前はコーチングとかってね、優しい名前しとるんですけど、はい、実はもうそんな範疇じゃない、ものすごいでかい領域を2時間のセッションの中で変わって、もう変えてもらうんですよ、はい、でそれをで自分ができるだけだったらまだしも、はい、それを2個の質問で1枚のシートで、はい、誰にでもできるようにしたから、はい、もう広がるしかないです。そうですね、僕もそのね再現性っていうのと2個の質問っていうところで、はい、なんだこれと思ってそこで、惹かれてきたんですけど、実際にやってみたらその、ね、まさに本当再現性があって、うん、ね、経験が浅い僕らでもそのクライアントに対して結果を出していけるっていうのがね、すごく喜びでもあったんですけど、めちゃくちゃね、このだんだん話が乗ってきたところで申し訳ないんですけど、はい、もうだんだん終わりが近づいてきてるんですけど、最後なんかインフォメーションありますか。あ、そうですね、はい、じゃあちょうど、はい、あ、これ見せてもしょうがない見せてもしょうがないですけど、一応11月の22日にね、はい、紙で初出版でね、9分で悩みが消える心理学入門っていうのを出しまして、はい、でこれは本当に9分で、ね、悩みが消えるということで、先ほど言った、はい、2個の質問でね、はい、人生が変わるようなことが書いてある本で、はい、なんとですね、講座よりも濃い内容、はい、だからうちのね教会のねトレーナーとかコーチがね読むとですね、これこんなこと聞いてないみたいな話が思われるようになるぐらい、もう僕も付箋張りまくってるんです。でもこのね、今日ちょっとお話でね、はい、聞けなかった部分と、この YouTube の方でもアップしますんで、そこの方に森先生につながるリンクをね、はい、入っていきますんで、はい、ぜひぜひそちらの方から辿ってご購入ください。またストレスクリアの方もね、全国で講座されてるので、その教会の方の URL も貼っておきますので、すごく面白いコンテンツで、これから心のね学びっていうのは必要とされる方も多いと思いますので、ぜひぜひ森先生につながっていただければと思います。森先生もう本当ね、お忙しい中今日はお越しいただいてありがとうございます。ありがとうございました。はい、本日はジャパンストレスクリアプロフェッショナル協会代表理事の森康人先生でした。そうですね、はい、これからのご活躍を楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。